バルイコールルイコールデュックにあるミショーフ氏の記念碑。エルネスト・ミショーはフランスの発明家。父、ピエール・ミショーと共に前輪にペダルがついたペロシペードないしミショー型自転車を発明したとされ、父と共に自転車の歴史において得意な地位を占めている。ミショーは1842年8月29日にピエール・ミショーの息子として、 ブルターニュのサンブリューで生まれた。彼は1860年代に新しいドライジーネ、すなわち前輪にペダルをつけたベイロシペードと呼ばれる自転車の原型を開発し、後にはこれにブレーキを付け加えた。この種の自転車は英語でボーンシェーカーと呼ばれたほど乗り心地の悪いものであったが、当時は相当の規模で量産された。この発明は父ピエールと共に、 エルネストミショーによるものとされている。彼はまた当初使われていたクッションの代わりにサドルを導入した。ミショーは1882年1月19日にパリのラエンネック病院で死去した。バルイコールルイコールデュックでは1894年に父ピエールとエルネストを共に検証した記念碑が建てられた。ありがとうございます。